です。今回ね、就職が不安定って話をしたいんですけど、学校の先生およびあなたのね、産んだご両親っていうのは、まあ、おそらく学校卒業した後に会社に就職っていう風にしてほしいっていう願望あると思うんですよ。でその後に定年まで無事に勤め上げるっていうような、そういうロールモデルをね思い描いてると思うんですけど、ではそうだな、就職浪人みたいな話もあるぐらいに、今ってね、まあ不景気って言われてるわけじゃないですか。だからこそ何百社、まあ200社、もしかしたら何千社っていう風な感じに、もうところどころね受けまくるっていう風になってくると、落ちやすいケースっていっぱいありますよね。っていうのも、入ったとしても、例えばソニーに入れたんですよ。でもソニーってね、なんか30代から要するにスキルがね、その企業の上の人から見てそんなに能力ないよねみたいに思われたら肩を叩かれるっていう、そういうね今時代になってるんですよ。えって思うんですけどね。だけどこれはもう噂どころか本当にそうみたいでね。だからこそ、そういう時はあなたにももしかしたら就職が来るかもしれない。だからこそそういうこういう本とか読むっていうのもあるし、でもスキル磨くなんて就職してるうちにやった方がいいんじゃないかと思うかもしれないけど、おそらくあなた自身就職した後に、まあ、毎日毎日必死で働いていて、もうやべ、本なんて読んでる場合じゃんねえ、休む時本当に寝てたいよっていう、それぐらい深刻な状況になるので、おそらく本とか読んで勉強できるっていうのは、就職してもうきついきついだって、もう無理、ノイローゼだ、もうやめるっていう、やめた後の、まあ、余暇、ようやく自分に時間ができた時にしか、多分そういう本とか読んで知識をつけてスキルをつけるっていう時間は取れないので、もう今学生の人っていうのは、今のうちからまあ変える人であればビジネス本なり、こういう後ろのね本とかね読んで、プログラミングでもそうですけど、スキルをつけてください。それでは。